はい、どうぞ。始まるよ。はい。今日は辛いよ。今日もだね。宮吉くんと一緒。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではいつもの通り近況報告です。17日に、のりちゃん呼んで。ハーバリウム？そう。開運オーラカラーハーバリウム開催しました。どうでした？大盛況でしたね。へー。そう、最初はね、少人数でってことで、のりちゃんが初めての教室ってことで、少人数でってことだったんで、まあ3人4人ぐらいの少人数でこじんまりやろうかなって思ってたんですけど、最終的に私を入れて9人参加になって、そう、結構集まりましたね。そう、集まってくれて、なので最初はね、サロンでやるつもりだったんだけど、ちょっとその人数だとサロンに収まりきらないんで、別の部屋でね、ちょっとやったんだけどね、すごい楽しかったです。のりちゃんもね、先生先生って呼ばれて、そう、作るだけ。最初に私がオーラカラーを見て、でその色で、そうそう、お花を選んで、まあ、ある程度のりちゃんがね、何色の人こういう組み合わせでやるといいですよみたいなベースを作ってくれたんだけど、まあ、そこから自分のね、入れたいお花とかを選んで、最終的に仕上げてってっていう形で、でその後はね、ちょっとお茶会をやって、おしゃべりしながらお茶会やってお開きってことだったんで、最初の2時間ですよっていう予定よりかはね、ちょっとオーバーして2時間半ぐらいでお開きにしたんだけど、もうそのやってる最中からね、またやりたいって感じで、次はもっと上手にできるんじゃないって、もう次の話が出て、そうなんだ。そうそうそう。で、まあ結果ね、次もやりたいですって声が多かったんで、第2回もちょっとね、開催してやっていこうかな。いいですね。でしょ。そう、それでそうすればほら、のりちゃんもだん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 ね、先生としての貫禄がついてくるんじゃないかなと思って、そう、すごいワイワイね、楽しかったです。宮吉君は？私ですか？聞いていいのかって感じなんだけど。もう大変でした。本当だよね。病院三昧です。本当だね。ちょっと今年は別の意味で当たり年。当たり年、そう、ね、もういろんな病院に行きまくって大変でしたよね。そう、途中ね、ちょっと本当に大変そうだなと思って、今日もね、心配にはなったんだけど、今日出演できるかどうか、でもそこね、LINE 送ってすごい顔が腫れちゃったんだよね。顔腫れてました。顔ってか、もう目が腫れて、そうだね、そう思うとやっぱ薬って怖いね。怖いですね、副作用。私もね、咳止めでね、蕁麻疹が出たことあるんだけど、じゃあもともと薬で当たったことなかったので、まあ、聞かれるじゃないですか。だけど、まあ、アレルギーとかないですよって言ったんだけど、まあ、飲んですぐ30分ぐらいでもうボッコーって、びっくりしちゃうよね。もう次の日こうやって出勤してそれでも仕事行くのがすごいね。頑張ったっけね。私なら多分休んじゃって。そう、じゃあちょっと大変だったね。大変でした。で、今日のトラ語録なんですけど、そのね、大変だった宮吉君を思ってね、これがいいかなって思ったのが、泣くがいいさ、腹いっぱい泣くがいいさっていうのをね、ちょっとセリフを選んでみたんだけど、もう泣きたいぐらいだったでしょ。泣きたいね。ね、インフルエンザから帯状疱疹、咳喘息からの帯状疱疹、でその後薬疹、アレルギー、ずっとだね。じゃあ、ねえ、だからもう保険証しか出してないっていうかね、帯状疱疹はストレスも原因だからね。まあ、ねえ、私みたいにね、こう何でもね、言えたりとかね、まあ、言ってる方だとは思うんですけどね、なかなかね、そこがね、上手にね、ストレスがね、なくすことができないとね、そうやって体はやっぱ正直だからね。正直ですね、やっぱね。ね、平気なふりしててもね、こう見えても私もね、円形脱毛ができたことあって。あ、そう。そうなのよ。
そう、あ、そう、500円ぐらいのね、もう本当にあれってツルッツルになるのね。あで全然知らなくって、うん、で横にちょうどこの辺にできて、髪の毛をこう結ぼうと思ったら、うん、なんかハゲてるじゃん、えと思って、と思ってよく鏡見たら本当に500円玉ぐらいでツルッツルで、本当にあれねツルツルになるの。そうで皮膚科行ってあのお薬もらってくるんだけど、あの結局ね1年かかったね、生えてくるまでに。だからね、体はやっぱね正直正直にね、いろんなところにね出てくるんでね、帯状疱疹も癖になるみたいだからね、気をつけてくださいね。散々だったんだよ、帯状疱疹もやって、その後薬痛み止め飲んだ、副作用で目がすっごい腫れちゃってね。そのもうだいぶ治ったんですけど、すごかったよね、もう本当にびっくりしちゃったっけ、何があったのっていうぐらいね。そうだからちょっとね、泣きたいぐらいなことがね、そう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 、続いたかなと思ってね、ちょっとこのねセリフを選んじゃったんだけどもね。ありがとうございます。いえいえ、あのでもどう、最近泣いたことある？男だからないか。いやでも、うん、未だにこうおばあちゃんとかの葬式だとなんか自分とね、うるうるって、あやっぱね、うん、私もでもよく怒られたっけ、あの現役の時にプロじゃないって、うんね、そう泣きながら納棺しちゃったりとかね、うん、でもやっぱね辛いもん辛いしね、悲しいしね、うん、でね、まあ私はこう見えてね、こう見えてって言うとあれだけど、まあ裏表なく生きてるんで、はっきり言うのね、さっきもポロってね言っちゃってから言っちゃってから、あまずかったと思ったんだけど、はっきりこうね言っちゃう方なんで、その代わり裏表もないし、腹に溜めとる、溜めとく、だから腹は黒くないです、うん、そう全部こうね、あの言っちゃうから、うん、結構きつい人って思われるかもしれないけども、うん、あのよく言えば自分に素直なんだけどね、うんうん、だけどあのドラマとか映画見てもう本当にポロ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 ね、すぐ泣いちゃう、泣くんだ、泣きますよもうドラマでもしょっちゅう泣いてるしね、うちが通ってるんですね、通ってますよちゃんとそこは、そうであとうちねうさぎ飼ってるんだけど、うん、あのよそのうさぎがね亡くなっちゃったよってお話をね聞いただけでもね泣けてきちゃうんだよ、やっぱ辛くなっちゃって、自分が飼ってるウサギとやっぱね重なっちゃってね、あそう、うん、あの最近ですね、うん、あのワンちゃんとか亡くなったら、うんうんうん、うちに依頼が来るようになって、本当に、うん、でペットで、そうペットで、でペットの棺とかも用意があるので、うんうん、あそうなんだ、そうぜひあの平安閣までお願いします。えちょっとさ、ちなみにペットの葬儀っていくらするの？いやペットのお葬儀っていうか、まあ、棺とか、うん、棺をね、お花とか、うんうんうん、ドライアイスとかね、へえ、うん、いくら？会員さんで5,000円、あ、そうなの、うん、ちょっと私も予約しとくかな、あ、でも会員じゃないっけ私、いや、あの、ぜひ会員になってください会員切っても切れなくなっちゃうね、あ、会員だって青木さんありがとうございますじゃあさ、その亡くなった時だけ青木さんちペットだったってことにして、ダメ棺を用意してもらって、用意しにするいいかもしんないそう、でも本当にこう、うん、ね、やっぱりこうワンちゃんとかね、うん、猫ちゃんとか、あの家族の一員ですからね、そう、ほんとそう、私もね、うさぎ飼い始めてそう思うんだけど、うん、やっぱすごく可愛いし大事だしね、うん、家族の一員だなって、うん、で、ね、ここのとこちょっとね、うちのちっちちゃんもね、うん、具合がちょっと悪くって、うん、病院ちょっとね、通ってるんだけどね、うん、この間ちょこちょこって病院かかって、うん、トータルで3万でしたね高いね、保険証ないもんね高いんだよでもねやっぱり元気になってもらいたいからね、うん、でもまだねちょっと本調子じゃなくって、うんうん、心配ですけどね、うん、そうで、あのよくね人前でね泣ける人と泣けない人っているじゃんね、うん、宮司君人前で泣かないよね、あんまり泣かないね、うん、そうだよね、だって私一緒に仕事してる間に見たことないもんね、あてかないはず、仕事中には泣かないそうだよね、うん、そうだよね、だから見たことないからさ、うん、うん、私は比較的こう誰の前でも泣きたければ泣く、
怒りたければ怒る笑いたければ笑うんだけどね、うん、だから子供の前でよくね涙見せるなとかさ親は泣くなって言うけど、やっぱ私は子供の前でももうそのまんま泣いちゃう、うん、今日ママこういうことあってね辛かったよとかさ、こういうことあって悲しかったよっつってね、子供の前でも私は泣いちゃうね、うん、そういいですよね、いいのかは、ね、それがいいのか悪いのかちょっとね分かんないんだけど、いやいや、ね、やっぱり、うん、ね、その親子の関係っていうのかな、うんうんうん、それが気づけてる証拠なんじゃないですかね、かな、うん、まあ、おかげさまでね3人とも優しく育ってるんで、うん、ね、そうそうか、うん、でもあの泣くってね決して恥ずかしいことじゃなくって、うん、あの涙はね心を浄化してくれるって、うんうん、だから泣くことでね、うん、あのストレスも解消できるし、うんうん、そう、なんかこう出すといいって言いますよね、そう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 、うん、よくほらもう泣いてさ、うん、もう泣いて泣いて泣きまくって、うん、ふってすっきりしちゃう時ってない、うん、ものすごい悲しくて泣くんだけど、うん、もうワンワン泣いた後にあーなんかもういいやみたいなさそのすっきり感それどうなんですかね、うん、女の人だから、あーどうなんだ、やっぱ男性の女性のってね脳がこう違うだろうから、うん、そこはね感じ方がどうなのかなって思うんだけど、うん、私はそうかな、もう泣いて泣いて泣きまくった後はすっきりしちゃって、うん、まあ頑張ろうみたいな、うんうん、感じになるんだけど、うん、うん、どうなのかね、そうでもあの本当に泣くってことはストレスも解消できるしリラックス効果、うん、そう脳の血流が良くなって副交感神経がこうスイッチが入ってねリラックス効果が得られて、あの一晩ね寝たぐらいのリラックス感を実は泣くことでねそう取れるのね、うん、だからやっぱり泣くっていうことはね必要だし、うん、悪いことじゃないし、うんうん、それを表現するっていうのはね、うん、いいことじゃないのかなってね、うんうん、思います、うんうん、なので我慢せず泣いてください、うん、じゃあ後輩の前でそうだね悲しいんだよつってねそう泣いてみてくださいはい、でこっからね、まあ、本題ですけど今日はねその平安閣のお葬儀屋さんの宮吉君が来てくださってるので今日はちょっとねあのお葬儀というかね、まあ、お釈迦様にねちなんだそうですねお話をねちょっとしてもらおうかなと思って、まあ、なんていうのかな、うん、こう周りからも出てるのに葬儀屋さんらしい話してねえじゃんってよく言われてそうだよね、前回なんかお財布の話でねポテンパにやられたしねそうお財布まだ変えてません変えてくださいね、そうなのでねちょっとここからはね知ってたらいいなっていうよね、そうちょっとねあの休憩中に作ってみました、おすごいじゃん、休憩中偉いね、私は仕事中に作っちゃうけど見えるかな、うん、明日誰かに話したくなる葬儀屋さん話、そう明日誰かに話したくなる葬儀屋さん話っていうのをちょっとやっていこうかなと、うん、どうぞ、はい、はい、ここからはちょっとバトンタッチして宮吉君にいっぱいお話ししてもらおうと思います、はい、うるさいよカチカチ効果音いらないからどうぞ、で今日は2月19日、うん、2019年2月19日そういうことね、すごいね、うん、なんかご縁のある日にご出演ありがとうございます、うん、いえいえありがとうございます、こちらこそ、でお経がさっき言った、うん、お釈迦さん、うん、この2月って我々組合、うん、もしくはお寺さん関係は、まあ、一大イベントがあるんですよ、あそうなんだね、まあうんうん、いた頃には、うん、あんまりやんなかった、やんなかった、やんなかった、まあ、今も葬儀屋さんはそんなにやらないけど、うんうん、2月15日、うん、お釈迦さんのね命日なんですよ、それはちょっと知らなかったな、青木さん知ってました、うん、分かんない、分かんないですよね、うん、でお釈迦さんの誕生日は4月8日で、へえ、花祭りとか、うんうん、この辺お釈迦祭りとかってないですか、聞いたことないや、私は聞いたことな い、ね、どうなんだろう、やってんのかな、やってると思うんですけどね、うん、で
まあ、各お寺ではこの2月の期間ね、まあ、お釈迦さん の、 あの命日をねこう忍んで、うん、こういう絵が飾られるんですよ。へー、かな、あれ池上線の池上の何だかでやるのあれは違うんですか。池上、何よくわかんない。池上本門寺、うん、そうそうそう、あ、そう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 、そんな感じです。お釈迦さん、お釈迦さん、え、池上本門、あ、お釈迦さんですね。あれ行ったことあるよ。あります、こういう絵見たことあります。太鼓叩き行った、あれ、あ、日蓮宗じゃないかな、日蓮宗あれ、うん、天竺、天竺って、ああ、この真ん中にいらっしゃるのがお釈迦さんなんです、うん、あ、寝てるの、寝てるの、ね、寝てるの、なんで寝てるのかね、これは死んじゃってる、死んじゃってる死んじゃってる、それは寝てるね、死んじゃってる、昼寝でもしてるのかね昼寝ではないですね死んじゃってますよね。お釈迦さんって死なないと思ったんだよね、うん、そうだね、そう思う、うん、で、まあお釈迦さんがいなければそもそもこう仏教ってね何にも始まらない話で、うん、で、この、まあ、お釈迦さんって2500年前ぐらいの人、本当にこういらっしゃった人で、うん、まあインドの北部にね実在した人って言われていて、そうなんだ、知ってますか、うん、知らない、知らない私は脳幹のあの順番を覚えるのが精一杯でそう、実はその当時、80歳まで生きた人って言われてるんですよ、うんうん、でその当時80ったら珍しいよね。ですよね、ねえ、昔はもっとね寿命短かったもんね。だって、うん、キリストさんが生まれて2019年だから、うん、それよりまあ500年くらい前に、うん、カシャ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 今日はね効果音がいっぱいです、効果音がいっぱいですね、みんな俺らやってカシャカシャカシャ落としてるからね先週でしょ、先週めっちゃ歌えたからね、仕返しをしてんだよ俺撮ってないからね、俺こっそりねちょっともらおうかなと思ってなるほど、そうで80歳も生きた人ですごいことだと思うんですけど、うんうんうん、このお釈迦さんって、まあ、インドの北部の釈迦族の王子って言われて、うん、だからお釈迦さんってこう言うんですけど、うんうん、実はあのインド仏教発祥の地なんだけど、うんうんうん、仏教徒はインドはなんとどれぐらいいると思う、うん、え、みんなじゃないの、違うの、そうだと思った、全員かと思ったっけ、実は、うん、インドの仏教の信者 0.8% ほとんどなしじゃん、いないよじゃあだってお寺さん結構インドとか行くじゃんね、インドじゃん、タイとかじゃん、タイか、うん、で、まあこの言語も、うんうん、ヒンディー語、うん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 、だからヒンズー教がほとんどなんだよ、うーん、そういうことか、そうだから、まあ、インドが発祥なんだけれどもヒンズー教がなぜか多い、うんうん、へえ、知らなかった、ただ、うん、このお釈迦さん、うん、まあ逸話がいっぱい残ってるんですそうなんだ、そう、へえ、どんな、このね、うん、2500年前の話が、うん、まあ、ここに書いてある周りに、ね、いらっしゃる方々、周りにいらっしゃる方々、方々、うん、まあ、お釈迦さんの、ね、お弟子さんなんだけれども、うんうん、この方たちが後々ね、こうお釈迦さんについてこう、うん、まとめたものを後世にどん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 、ね、残してくれたのね、残してくれたから、うんうん、まあ、お釈迦さんについての話がこう、うんうんうん、今まで語り継がれてるんですけ ど、うん、ど、まあ、それがお経の一部だったりとかお経になってたりだとかって、ね、で、そもそもお釈迦さんってなんで亡くなっちゃったのか、うん、知らない知らない、ね、知らない、まあ若干当たってるとも言えるんですけれども、実は、うん、お、うん、実は下痢で亡くなったんですウサギみたいじゃん、ウサギも下痢になると一晩で死んじゃうんだけど、うん、あのお弟子さん家に行った時にキノコ料理食べたんですって、う
で、まあ、そのキノコが毒キノコだったっていう、こう可能性は別にわざとじゃなくって、知らなくって毒キノコを出してそれを食べちゃったってこと、うん、まあ毒キノコだったのかもしれない、うん、へえ、まあ、今となっては分かんないけどね、うん、まあ、その毒キノコを食べてしまって、まあ、下痢になって脱水症状ってこと、体衰弱してって亡くなっちゃったって言われてる。怖いね、下痢って。そう、そうですよ、あの体から全部出せばいいっていうもんじゃない。本当だね。よくだってほらね、菌を全部出しちゃえば良くなるってね、うん、言うけどね、うん、そうで、まあこの体がね衰弱してったお釈迦さんのもとで、うんうんうん、このお弟子さん方が、うん、お釈迦さんなんか欲しいもんないですかって言われた時に、うん、お釈迦さんがね、わしは水が欲しいって言ったそうなんですよ、うん、で当時そんなこう綺麗な水道があるわけでもないし、うんうんうん、あの水たまりのねこう馬車が通るような汚い泥水のところをこうお弟子さんが水をすくって、うんうん、お釈迦さんの口元にこうやった、うん、やった、うん、それがこれ、うん、あー、松子の水、松子のお水、うん、これお葬式行くと枕元に、ね、ね、置いてあるね、 ありますよね、うん、なのでまあ、残された人がね、行かないでください、うん、もう少し生き延びてください、うん、元気になってくださいっていう意味がこれです。あー、なるほどね、うん、ちゃんとやっぱり意味があって置いてあるんだね。そうそうそう、うん、いろんなものにね。そうなんです、うん、であとはこのね絵見てわかると思うんですけど、うん、お釈迦さんの体の大きさと周りの人たちの、全然違うね、大きさ全然違いますよね、うん、違う違う、うん、でもしかしたらお釈迦さんって巨人症だったんじゃないかって言われてる、うん、あー、うん、そうだね。そうで、頭の方角が北、うん、で向いてる方角が西です。なので、うん、北枕、北枕って言うんですけど、うん、北枕が決して悪い意味ではなくて、うん、逆に私たちの業界っていうかね、うん、まあ、葬儀屋さんの中ではこの北枕っていうのは、お釈迦さんのご縁をいただいて、北枕ってすごいこう、うん、いい、私北枕で寝てるけど、俺もギャラリー静かだね、人数いる割にはすごいなんかこのさ、マールさんのさ、こうギャラリーでいる時のそのテンションの低さおい、なんだ、大男子でディスリかおい、お釈迦様の話してる時ディスリっておかしいだろで？でってなる。そうで、どこまで話したっけ。北枕、北枕、ディスリのとこ、ディスリのとこ、ディスリ。そうで、このね、お釈迦さんの周りに木が4本ある。うんうん、うん、あるね。で、よく見ると2本は白い葉っぱで、うん、2本が緑色。ああ、ほんとだほんとだ、うん、見える。それも意味があるってこと？そう、うん、木も、うん、涙を流して水分が出ちゃったから枯れちゃったの。そうなんだ、うん、うん、で、これはサラソウジュの木、うん、あー、よく言うね、サラソウジュ、うん、言うね。で、上から人が何人か降りてきてる、うんうんうん、で、この真ん中にいる人が、うん、お釈迦さんのお母さん。へー。で、お母さんが、うん、でね、裏から指さす超笑える、慣れてない、どう、素人だね裏から一生懸命指さす見えないね、なんとなく見える、なんとなくなんとなく見えます、ね、なんとなく見える、うん、まあググってください、ごめん、すごいにハマっちゃったググってくださいこれ、これお母さん分かった、これ、これこの人、あ、この人ね、この人だそうです。この人がお母さんで、自分の息子に対して長寿の薬を投げたんですよね、うんうん、その薬が入った袋がこれ、赤いの。ただ木に引っかかっちゃって息子のところには届かなかったので、もうそのまま死んじゃったんですけど、よくお医者さんが患者さんに薬を出すことを投薬って言いますよね、うんうん、言うね、うん、
よく知ってるでしょ、うん、おかげさまでそれはここから来てます。へえ、だって教えてあげて言うみんなにいちいち投薬ってさ言ってくださいそう、そう、へえ、面白いね。そういうところからこうね、名前がついてるって。もともとね、自分家は神道だから、うん、仏教のことなんて興味全くなかったんですよ。ただその、まあ、こういう絵だとか、うんうん、仏教のねお葬式のことにこう多く関わらせてもらって、うん、なんだろうな、なんか知れば知るほどあれだよね、面白いね、意味があることがね。前言ったね、6人のお地蔵さんの話だと、うんうんうん、ね、うん、そんなこんなで途中ねちょっとディスったこともあってお時間が来てしまいましたので、せっかくさ、なんかこの生まれた時のね、ゆいが独創な、なんかほら、彼のさ、刺繍に入ってそうなさ、そうだね、よく入ってない、よく入ってない、ね、もう一個の方だ、ゆいが独創、ゆいが独創、うん、これお釈迦さんがね、生まれてすぐ7歩歩いて喋ったっていう、すごい、あ、入ってないのか、ね、うん、ちょうど良かったなと思ったんだけど、ね、本当だね、見せたかったね、ここですみたいにね、そう、そんなわけでちょっとね、今日はね、もう時間が来てしまったので、はい、またよろしくお願いします。はい、今日は、宮吉くんが来てくれました、はい、ありがとうございました。